他のの診療院の岡野です、えー、細胞が自分を食べる、えー、オートファジーの謎の14回目ですね、えー、生命科学の研究で扱われる、えー、モデル生物についてということで、えー、お話ししていこうと思います。こちらのチャンネルはですねこういう健康に関するお話ですとかあとは、えー、針とかですね お給のエビデンスですとかあとは固定に関するお話をしていくチャンネルとなっておりますので針とおきとかですねあとは健康に関することに興味のある方は是非チャンネル登録をよろしくお願いいたしますで、えー、早速始めていくんですけれども、えー、医学生命科学の対象ってあの研究対象っていうのは、まあ、もちろん人間なんですよねですが、えー、全てのですねこの医学とか生命科学の研究をですね人間で行うっていうのは まあそれは理想的ではあるんですけれども、まあ、倫理的に問題があるわけですよね健康にあまりリ,あのリスクが高かったりとかこう閉鎖空間にしなきゃいけないとかですねもうい生まれてから死ぬまでずっと研究対象にならなきゃいけないとか、えー、そういうふうになってくるとやっぱりあの人道的にもですねかなり問題が出てくるということなんで代わりにですね、えー、猿とかマウスとかラットなどの動物を用いて、まあ、研究をしたりとかするわけなんですね。 でえー、人間でやると、えー、問題でがあるんで代わりにそのモデルの動物で、えー、研究をするっていうのが、まあ、あることなんですけども、えー、モデル生物、まあ、そういうあの実験の動物をモデル生物とも言うんですけれどもモデル生物を対象にした方が、えー、都合のいい場合っていうのも実はあるんですよね。えー 例えばですね人間とかマウスっていうのは遺伝子数は、えー、2万個ぐらい以上あるんですよね。で、えー、例えば大腸菌とかの場合は、えー、4,000強なんですね。でこの大腸菌っていうのはですね、えー、タンパク質の合成の研究で大変活躍した、えー、研究のモデル生物でやって、えー、遺伝子の数が少ないんで、えー、その分ですね 研究する、えー、範囲が狭くすることができるんで、えー、より効率的にできると、えー、研究ができるということなんですねでさらにですね、えー、もうちょっと見ていくとモデル生物というのはこれだけあるんですね猿、サルラット、マウスもそうですしあとは線虫もそうですしショウジョウバエとかアフリカ、えー、ツメガエルとか、えー、ゼブラフィッシュこれはお魚ですねあとシ,シロイズナズナこれは植物ですけども。 あとはまあ先ほど申し上げた大腸菌とあとは酵母ですねこれらがこういうものがモデル生物ということになっているんですねで、えー、と例えば大腸菌の場合は幻覚、えー、生物で、えー、核を持たないんですねで DNA はですね細胞質に浮いていて、えー、細胞の小器官がないんですねで、えー 人の細胞の分解様式とはちょっと異なっているというところが特徴的なところなんですね。で次にもうちょっと高等な生物になっていると真核生物になってくるんですそれの代表はイースト酵母、まあ、ですよね。でそれの場合はですね細胞小器官を持っていて人の細胞にとてもよく似ているということなんですよね。でこれらのですね えー、モデル生物にはですね、えー、共通の特徴があるということなんですね。で1つ目は1世代の、えー、時間が短いと、えー、生まれてから死ぬまでが短いということが言えます。で、えー、次に人に危害を加えないと。でさらに、えー、スペースを取らない小さいんでそんなに、えー、スペースを取らなくて進むと。たくさんの数の数、えー、モデル生物を 研究対象にしてもそんなにスペースを取らないで済むというところがありますで4つ目の特徴としてゲノム DNA 解析がされているということなんですねこのゲノム DNA 解析がされているということはこの遺伝子情報っていうのはですねインターネットで公開されていて誰でもアクセスができるということなんですねですんで種を超えて似ている遺伝子を探すのにとてもいいということなんですね でえー、例えばですねこの人間のある機能が知りたい場合どうするかっていうとそこで得た、えー、研,究研究実験結果を再び人間に応用してやってみるということが言えるわけなんで。 えー、磯川回れとはよくこのことで言ってですね、えー、人間で研究するよりもより単純な劣等な方の生物に戻って研究した方がより効率的にできるというところが言えるということなんですね例えばですねこの今回オートファジーのお話にしてますけれども人間のオートファジーに関わる遺伝子を知りたいというふうに思った場合もっと単純な生物にオートファジーが備わっていれば、えー、その生物を、えー、調べると。 でその生物でオートファジーに必要な遺伝子が分かったとしますよね。そしたら、えー、コンピューターで人間にも同じ遺伝子がないかどうか調べてみるというような流れになるということなんですね。でこういった流れで、えー、花開いた研究がですね細胞子の分子メカニズムということでこれの場合はこの線虫がですね、えー、研究の対象になったわけなんですね。 でじゃあオートファジーの研究はどのモデル生物を使ったのかというところなんですけどもこれがなんと工房なんですね先ほど申し上げたように工房は人間の細胞にとてもよく似た特徴を持っているということでさらにその工房の中ではですねそのやっぱりオートファジーっていうのはですね起こっていることが分かったわけなんですねじゃあそのオートファジーをその工房を使ってどのように研究して何をつかんだのかと。 いいいううととここころををれからどんどんん話を進めていこうと思いますで次回はですね、質話工房の特徴についてのお話をしていきますので、よろしくお願いします。一応あの、こちらの動画の説明欄の方に、今までお話してきたオートファジーについてのお話のですね再生リストを添付しておきますので、ご興味ある方は、ぜひそちらもですね参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。失礼します。